エルツ産地はドイツとチェコの国境線となっている産地である。ドイツ語でエアーズは鉱石を、チェコ語でクルーズンは鉱石のを表す。青銅器時代から鉱石を産出し、1168年にフライベルク付近で銀行が発見されて以来、ヨーロッパ有数の銀行産として地域社会を発展させた。銀のほか、鈴、鉛、鉄、コバルト、ビスマス、ウラン、 ニッケル、石灰、カオリン、石炭なども採掘され、創業は1968年まで続いた。2019年にエルツ産地工業地域としてユネスコ世界遺産に登録された。おおむね東北東から西南西方向に伸びた産地であり、生誕はトゥーリンガーバルト及びベイマーバルトと交差している。 最高所は、クリーの別山の標高1244メートル、東へ行くにつれ標高は低くなっており、エルベ川の峡谷が山地を横断している。クルミ割人形を、はじめ、数多くの独特で精巧な木材芸術で有名。当期は、レジャークロスカントリースキーで賑わうアルテンベルクや、エルツ山地木材芸術博物館があり、 東エルツ山地では最も高いシュバルツェン山を抱える財辺など観光要素も豊富。周りが山で刺されているため交通の便が悪く自動車が唯一の移動手段となっている市町村が多い。2019年にエルツ山地工業地域として22カ所の鉱山と関連施設が登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち 以下の条件を満たし、登録された。世界遺産に登録された22カ所の場所。ありがとうございます。